ルプが女子ゴルフツアー全米女子オープンが6月3日に開幕する。日本からは畑岡奈社選手、渋野ひな子選手らが出場し、ワウワウで生中継される今大会について、ワウワウのルプが女子ゴルフツアーアンバサダーを務めるカリー・ウェブ選手が畑岡選手、渋野ひな子選手の印象や、 大会の見どころなどについて語った。日本勢は11人参加コシーズンのループがツアーの印象を聞かせてください。今年は元世界ランキング1位のリディアコ選手や、アリア・ジュタヌガーン選手が久々に優勝を果たすなど、とてもエキサイティングなシーズンになっていると思います。二人ともしばらく勝てていませんでしたが、 才能のある選手がまた上位争いに加わり、優勝する姿を見られたことは嬉しかったですね。それに、校長が続いているコルダ姉妹は、このまま行けば姉妹でオリンピックに出場することになりますが、その姿を想像するだけでもワクワクします。また、その一方で、 2度目の金メダルを狙うパクインビ選手もやはり存在感があり、ますます目が離せません。まだまだシーズンは続きますが、今後の展開もお楽しみにしています。どの選手が優位に立ちそうですかリディアコ選手は今シーズン、調子が良いです。優勝したロッテ選手権では、 クリエイティブなショットを打っていましたし、ここ最近はさらにショット力が向上しています。ショートゲームやパターも上手な選手なので、優勝のチャンスはあると思います。コルダ姉妹も今年はとても安定したプレーをしていて、ジェシカ選手か、ネリー選手のどちらか、もしくは両者が常に上位に入っているので、 彼女たちにもチャンスがあると思います。ただ、母国のナショナルオープンなので、特に、米国人にとっては、多くのプレッシャーがかかります。そのプレッシャーにどう打ち勝つかが一つのキーポイントになるでしょう。また、個人4選手やパク・インビ選手も、全米女子オープンという名前に臆さない強いメンタルを持っています。 どんな時も冷静で、一打一打を大切にします。特にパクインビ選手はどんなコースでも優勝する可能性を持っている選手です。日本勢は11名が参加します。日本勢が多く出場することは楽しみですね。日本のゴルフのレベルも上がっている証拠です。若手の選手にとっては、 素晴らしい経験になるでしょう。彼女たちにとっては、今まででプレーした一番タフなコースになるかもしれません。自分自身のことやゴルフについて、さらに学ぶこともあるでしょう。コースが自分の感覚に合うと感じる選手や、若さゆえに勢いのままにプレーし、結果的にうまくいくこともあるかもしれません。 畑岡選手。渋野ひな子選手についてはいかがでしょうか渋野ひな子選手はピュアシルク選手権で良いゴルフをしました。特に第3日のプレーはとても良かったですね。畑岡選手は今シーズン、自分の思い通りのプレーはまだできていないかもしれませんが、フィルミケルソン選手の例もあります。 彼は調子が良かったわけではなかったのに、一週間で全てを変え、メジャーで優勝しました。畑岡選手も渋野日な子選手も高い才能がありますし、全米女子オープンでの爆発に期待したいです。ワウワウでは全米女子オープンの模様をワウワウプライムで生中継する。 1>, 1日目は6月4日午前6時から。2日目は5日午前6時から。3日目は同日深夜3時から。最終日は6日は深夜2時から放送される。1日目は無料放送。次のオーディオビデオでお会いしましょう。